七尾市は北陸地方の西部に位置する市で、石川県能登地方の中心自治体である。七尾駅前能登半島の中央部に位置し、富山湾、七尾湾に面し、市域には能登島を含む。2004年10月1日、市町村合併により、新市制の七尾市が発足。七尾の名称の由来は、七尾城のあった山の七つの尾根からと言われる。七尾市円形の都観音崎灯台七尾市、中心部周辺の空中写真。1975年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。合併によって、七尾湾中央部に位置する能登島町、七尾西湾の中島町、立鶴浜町の区域を市域に含み、七尾南湾を取り囲む形となった。東部は富山湾に面しており、湾に沿って北東へ伸びる崎山半島は、先端の観音崎で、能登島と向き合っている。和倉温泉、赤浦温泉、赤崎温泉など温泉が多い。最高地点夷剣山の方が標高は高いが、最高地点は隣の中能登町に属する。半島三川湾小正島岬石川県、富山県古代の能登国能登郡の地で、能登国府や国分寺が所在する能登国の中心部であった。さらに遡れば、能登国蔵が治めた土地である。全長52メートルの八田香木森古墳や42メートルの八田丸山古墳を名手とする八田古墳群は、能登神一族に関わるとされる。対岸の能登島には延喜式内社、伊谷姫神社や全国でも珍しい高栗式の石室を持つ裾蝦夷穴古墳がある。中世には鹿島郡となった。戦国時代には、能登畠山氏が七尾城を拠点とし、七代目、当主、畠山義房の代には、七尾城下に壮麗な畠山文化が栄え全盛期を迎える。1577年、上杉謙信の侵攻により畠山氏は滅ぼされ、その後、織田信長に仕える前田利家が、能登全域を領有した。江戸時代には一部の天領を除き前田氏の加賀藩の一部となった。明治以降の七尾市域の流れ人口世帯数、詳細は七尾市役所を参照歴代市長選、結果2009年、市発注の土木工事などに絡み、業者から現金100万円を受け取ったとして、副市長が収賄容疑で逮捕された。詳細は七尾市議会を参照不祥事、編集居住実態がない現職市議の当選無効。失職2013年市議選で初当選した西川秀信は市内の居住実態がなかったにもかかわらず出馬、当選したことから市民団体から告訴され最高裁判決により市議を失職した。現職市議が選挙違反で書類送検上記の選挙違反で失職した元市議は2017年10月の市議選で再び当選したが、わずか5ヶ月後の2018年3月に実施される県議補選に出馬表明したものの急遽取りやめた。その直後、市議選の選挙公報で虚偽記載を行った容疑により父と共に書類送検されたことが判明した。国保税滞納による市議報酬差し押さえ上記の選挙違反で書類送検された市議は2018年度の国民保険税を1年間滞納し、市役所の督促にも応じなかったとして、議員報酬の差し押さえを執行された詳細は、2019年、石川県議会議員選挙を、参照詳細は、第48回衆議院議員総選挙を、参照交番駐在所消防署分署、文献署、独立行政法人公立医療法人公共、上水道公共下水道、七尾郵便局郵便番号郵便局出張所、七尾東雲高等学校石川県立私立、七尾市立、内は、学区内の小学校。七尾市立、内は、学区内の行政区。石川県立私立スポーツ施設、編集障害学習施設、編集職業訓練、編集石川県立自動車教習所、編集指定自動車教習所、国道160号線自動車専用道路、編集一般国道。編集市内の川原町交差点は、国道159号、国道160号、国道249号が集まる3国道の起点となっている。主要地方道、編州一般県道、編州道の駅、編州バス、編州コミュニティバスバス会社コミュニティバス、七尾市、コミュニティバスを山椒バスターミナルタクシー、編州七尾港重要港湾、編州地方港湾、編州漁港、編州パトリアミナ、クル、能登食材市場水産加工業、編州農業、編州製造業エネルギー商業施設テレビラジオ青、柏祭りのデカ、山、石崎捧ぐ搭載、加賀屋の戸島臨海公園水族館明治以前政治、官僚、軍人実業家文化芸能スポーツその他。ありがとうございます。